よし。さて、最終章。あれ見てみるか、一応。あなたの名字を教えてください。教えてください。アルバムを見よう。おお。ん？これ全部？あ、なるみちゃんの方が多いんだ。あれ、ヒロイン少ねえな、一つ。なるみちゃんの方が多い。水沢。おお、こいつ一番多い。二見さん結構コンプリートしてるな。いつき。だな。謎に包まれてんだな。わあ、少な。なんだこれ、隠しキャラみたいな感じなのに。別にそんな隠しキャラでもねえよな。クリューさん。なんだった。隠しキャラ風のキャラだ。あなたの名字を教えてください。もう別にこれ、しんすけにする必要なくねえか、俺今思ったんだけど。高一でいいよな。だって別に俺じゃねえし、これ今は気づいたけど、高一でいい。普通に分離するわ。分離しました。高一です。俺じゃねえことに気づいたよ。神とピッコロみたいな感じでも分離するわ途中で。俺ピッコロ大魔王としてね、この世界を爆力マハで。話題袋何中するの。いや、今こそおさせ袋じゃない。今こそおさせ袋でしょ。クマもっと来いよ。今日握るとか神風ドリンク。褒める。まあいっか、これで。さあ行くぜ。さあ、どこ行けんだ。食堂だっけ。食堂空いてねえな。じゃあ3年か。3年あいつしかいねえから、もう必ず起きるんじゃない、イベントが。しかし3年の教室行くって勇気あるな。この学生時代の1年の差ってさ、もう山のように高い、険しいかな。現代部の夏休みの宿題まだやってないんだよな。川田先生待ってくれるかな。川田に思い発してる。川田。何やってるの？ドゥ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 。なんでこんな肉じゃがみたいなテーマなの？家庭料理っぽい。肉じゃがのテーマ。そう、ごめんなさいね、急に話しかけて。そんな家庭的なイメージねえよ、お前。何何言ってみて。相談事なら乗るわよ。もう言いかけといて言わないなんて、ますます聞きたくなっちゃうじゃん。いや、お前に会いに来たわけじゃねえよ。相談したくなったらいつでも言ってね。うっせえ。うっせえ。ふ。ファッション。なんで？全然何にも関係ねえな。手に入るもんも。お、これは。眉毛が。眉毛おかしいだろそれ。ああ。駅前のデートスポットも変わり映えしないわね。で音楽好きだけどね、これで、これな、このな、こんなだったの。どんな、まあ、じゃあすっかり垢抜けちゃってっていうか変わりすぎだよ。学校中の男子が憧れてるっていうし。もう全てが嘘くせえ。ちょっと黙って通り過ぎることないじゃない。高一高一じゃないわよ、じゃないわよ。小学生の頃は大きくなったらマオ姉ちゃんと結婚するなんて可愛いこと言ってたのに。ブスガエル。今じゃ同じ高校に入ったってのに挨拶もなくてさ。くそ。
隣のおばちゃんが出かけたと見計らって始めた。帰ってきてしまった。マオ姉ちゃんが変わっちゃったから単にタイミングが悪いけど、ん、そこ代わりも、まあ一応ハートにするか。なーに、照れちゃってたわけ、うん、かわいいんだ。ムキになって否定しちゃう。楽しいよ、楽しいよ。高一どうもと高一にしか思えない。高一と言ったら体、体でいいだろお前。お前なんて、お前なんて、え、いきなり何言うのよ。いや、お前そういうやつじゃん。いくらなんでも唐突すぎたか雑すぎた。分かったよ、じゃあ水着でいこう。水着似合いそうだよね。いや、なんだこいつ、なんだこいつ、マジでお前そういうやつだろ、なんなんだ。いや、うぜえこいつ。マオ姉ちゃんの一番好きな食べ物って何。忘れたの、カニよ、カニ、カニ、カニクリームコロッケなんか最高。クニカリームケロッコ、爪の肉がいっぱい入ったやつ。爪の肉、そんな本格的なやつ食ったことねえわ。カニグラタン、なんで、なんでそんな多少カニの魅力を殺したやつばっか選ぶの。それクリームじゃん、どっちかっつうと。じゃあコインもダメなんか、なんだこいつ、ダイエット。なんかそういう質問するなっていうグラビアアイドルみたいだわ。昔どれだよ、じゃあ褒めるでいいか。なんだこいつマジで。は？そろそろ授業が始まる。血管がぶち切れそうになった。中学デビューみたいな感じだろこいつ。昔、今は昔。要するにあれか、見た目変わったけどこう、所詮中高校デビューだからやっぱいじられ慣れてないみたいな感じなのか。絶されてる。こいつ一番絡みづらいかもしれない。お前もの出てきた。いや、なんだバリだ。ブスのくせバリア張るなお前。なんだこいつ。こいつ。どうやって仲良くなればいい。世間話か。この辺の軽いライトトークでいくか。ライトトークで。授業って退屈よね。ああ、なんか面白いことないかな。え？こいつな。病んでんじゃねえかこいつ。何やっても減ってくぞ。そうよ。変わった。何でも話せるお友達って感じかな。そう、カワタここで開いてんな。じゃあカワタ、カワタ攻めでいくか。カワタ攻め、ミキオのところから攻めろ。雑誌とかでよく1ヶ月で10キロ痩せたとかやってるよね。脂肪がドバドバとかやってる。ああいうのに出る人は元が重いからね。ダイエットは50キロ終わってからが勝負なのよ。うせや。食事、ショッピング、あ、なんか上がってるし、この辺も。なんか核兵に入ったな。これ上がればいい話なんじゃない。和菓子と洋菓子ならどっちが好き。
断然洋菓子よ。洋菓子。洋菓子は果物とかクリームが乗って見た目がカラフルで可愛いじゃない。雑誌によく載ってる有名なパティシエが作った。急によく喋るようになったもう芸術よ。急によく喋るな。どれもなかなかいい話ね。どれもいい話ですね。おお、どれもいい話。どれもいい話ですね。おお、なんだ急に刺され始めた。こいつ多分このバイオリズム、こいつ気分上げ下げ激しいのかもしれない。そんなの数えたことないわよ。今日気分いいと見たな。うさぁ、ママはエコヒーキだって怒ってるわ。うさぁ、まあ、お姉ちゃんが綺麗になって嬉しいんだ。っていうか娘の成長が楽しいんじゃない。目尻なんか下がりっぱなしよ。でも女の子ってこんなもんか。そろそろ時間ね。もっとあなたと話していたいのに。またね、楽しかったわ。要するに私はいじってくるけど私のことはいじるなみたいな感じで、気分の上下も激しいから気分のいい時にだけ話すことにするか。この子は合わせていこう。現実では不可能だからゲームの中ぐらい合わせていくぞ。今日かなり調子いいな。何が刺さったっけ。甘いもの先生、甘いもの先生とあったらなんだっけ。ショッピング、ダイエットだっけ。ではよし、食事とかいいんじゃない。別に刺さるだろ。いいよショッピング。あ、音楽良さそう。なんでだよ。混ぜ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 。かでもさらっとどうせ上がらないといけないからさ。あ、でもハート消えない。いやでもなんかよし、勝負してよかった。勝負に勝った賭けに。聞いてよ、この間お気に入りのオルゴールを落としちゃって目立つところに傷が入っちゃったのよ。それは災難だね。はあ、お小遣い貯めて買ったのに。物って買うまでにあれこれ想像するのが楽しいのよね。あとは傷がついたり壊れたりで悲しいことの方が多くて。それはわかる。それでも大切なものに変わりはないんだけど、ね、よく喋るな。調子出てきたな。いや、もっと上がれよ。なんだよ。よし、ここまでいけるか。甘いもの、スイーツのこと？言い直す必要あるんか、それ。キャラメリーズで。ケーキの表面の砂糖を焦がして、はい、キャラメルみたいな感じに仕上げること。へえ、もうそう。カスタードクリームと洋梨のキャラメリーズなんか最高で。まあそうですね。俺も大概つまらん男だな。人のこと言ってる場合じゃねえな、これ。リアクションをもっと俺も磨いていかないといけない。リアクションを。リアクションを磨いていこう。教えてもらえるとは思えないんだけど。何？言いにくそうにしちゃって。何？どうぞどうぞ。お姉ちゃん、キスってどんな感じ？いきなり何言うのよ。てん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 。なんだ？あなたもお年頃か。そういうの興味あるんだ。そっか、当たり前よね。気まずいな。何よ、ダメとは言ってないじゃない。知りたいんでしょ、キスがどんな感じなのか。あ、俺これ見たっけ、そういう一回。じゃあついてきて。
回見たわ。言葉です。さ、君キスなのに。君キスなのに最初の最初にキスをするっていうね。あなたの髪ふわふわしてる。何これ。私クセっ気だから羨ましいな。これ何してんの。これ何してんだろう。ありがとうお姉ちゃん。今何したの。何したの。今すごくドキドキした。今何してたの。靴舐めてたんか。靴舐めてたんかもしれない。は、今なんかは。じゃあちょっと話さない。は、強が出ないな。なんかは、中しか出ない。弱中強ある。うどん。おーい、うどん。それクリア話題が全く意味ねえんだけど。大丈夫。よし。マウント取ってこい。ていうかマウントとか言ってるけどさ、俺別にマウント取りたいもんだよな。そらまあ人だったらちょっとマウントっていうか、そのいいように見てほしいのが当たり前だからさ、そんな車に構えるのよくねえわ。なんか急に俺も改心してきたわ。ちゃんと会話しよう。俺も血液サラサラダイエットよ。血液サラサラダイエット。何それ。血液サラサラ。納豆とかお茶とか、うん、血液をサラサラにする食べ物を毎日食べるのよ。おお。すると血の巡りが良くなって、血の巡りが良くなって体のむくみが取れるってわけ。良さそう。納豆とか体にもいいしね。クソぎこちねえな。うるさいわね。それは別なの。才能ゼロにしか、この話し合わせる才能ちょっとずつ磨いていこう。俺もファッション。お姉ちゃんって何着ぐらい服持ってるの。え、そんなの数えたことないわよ。そんな持ってるの。夏物だけでもクローゼット一つ分はあるんだから。一つ分。いや、てか聞いたわ。ボーナスのため。いや、同じ話に おかしいだろ、リアクションするの。よし、かなりいい感じだな。音楽、お姉ちゃん音楽とか聞く。普通にさりげなく聞いて、さりげなく通り過ぎていった。化粧、結構化粧するよね、まあ、お姉ちゃんって。待ってるわよ。一通り。あ、マジで。コーチに入る程度。コーチに入る程度。学校じゃ禁止だし、休みの日ぐらいしか使わないけどね。うん、だよね。何この違和感。メイドインチャイナ違和感ある。メイドインチャイナぐらい違和感あるよ。俺の普通のうなずき違和感ありすぎだ。俺の普通のうなずき。さあ屋上だ。ドゥルデッ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 。女の子ってどんなとこが好きなんだろう。どうしたらモテるのかな。積極的になるときは3年になったら受験とかで慌ただしそうだし、できれば今のうち。こんなところで何やってんの。これ見たっけ。まったく屋上で黄昏ちゃってしょぼくれてたらモテないわよ。もう半年前ぐらいじゃない、このシーン見たのって。どうしたのよ、そんなに落ち込んじゃってさ。さては誰かに振られた。なんか顔でかくない？今気づいたけど。なんかこの構図。え？あ、普通になった。モテる？モテたいの？そうなんだ。モテたいんだ。ごめんごめん。でもモテたいだなんて。
待って待って、助けてあげるよ。飛ばそう。頭が悪くなってくる。こいつの話聞いてる。てか見たしな。なんかモテるためにチェックするみたいなことをして、俺最初見た時はまだこいつのことを信用してたような気がする。ああ何やろうって。下駄箱に手紙が入ってた。聞いてもいないこと。あれじゃない、正々堂々好かれてないんじゃないそれって。読む方も身になってほしいわよ。差出人の顔もわからない手紙なんて読まないわけにいかないでしょ。それ多分本当に好かれてないんじゃないの。身を見て言われないってことは。俺本当に攻略してんのかこいつ、この人。まあでも知っていくにつれ好きになるかもしれない。好きになるっていうか俺がちょっと変わるもん。むしろいいわよ。人のこと言ってる場合じゃねえよ先生。よし、川田で攻めよう。目先を変えた。おお、なんだこの川田みきおの得点力やべえぞ。そうよ。いや川田なんだよ、もう得点力すごすぎる。食事、甘いものだ。連打決めようよ。うどんとか刺さらないからいいよ。ダイエットライズアップ。じゃあ一番効果あったのは何。血液サラサラダイエット聞いた以降聞いた話が続きます。覚えのある話が続きます。ちょっとよし、お小遣い貯めてから。以降聞いた話は何度も続きます。おお、すごい、ミルフィーユ、ハードドンプのミルフィーユだね。結構攻めれた。全然進展してる気しねえよ、俺の精神的には。食事。お、初めて食事。私はどっちかっていうと洋食ね。ご飯よりパンとかパスタの方が私に合ってるみたい。じゃあ今度イタリアの話題で持ってきてやるか。あ、でもお寿司は別よ。マグロならトロより赤身。お寿司。トロより赤身。珍しいな。てかそんなやついるんか。お、じゃあ帰るわ完全に業務だな、完全に業務だよ。さあ食堂で何が起きる。今夜12時食堂で何が起きる。てん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 。中華スタミナ満腹定食、鶏の唐揚げチンジャオロースに酢豚に思い出です品質悪そうだな。それぞれが雑そう。ちょっと待った。なんだ。どうもこうもないわよ今とんでもない変なテンションだな。これやばいぞ。みんなの見てる前でこんなの。何を注文しようとしてたの中華スタミナ満腹定食。そんなの食べて豚にでもなる気やばい。やばい人に囲まれた。まあでも面白いからいいや。いい？中には恰幅のいい男の子が好きな子もいるけど。
よ。それはあくまで少数派なんだから。いや結構やばいなマジで。この子、女の子はあくまでスマートでしなやかな男の子を好むものよ。わかった。これ多分すごい効いてるわけでしょ、あの後ろのこのスマシ顔の人とかも。しかも昼間からそんな脂っぽいものを食べたら顔がテカテカになっちゃうじゃない。常に誰かに見られてるって意識を持たないとかっこよくなれないんだから。めっちゃ大声で言ってるんだろうな、周りを意識して。私はこういう女ですみたいな感じで。マオチェックその1、マオチェックその1、常に見られてると思って見かけに気を使う。わかった。まあ常に見られてる、常に周りを意識して変なテンションになってるのは合ってるな。玄米定食、玄米と味噌汁と野菜の煮物。我慢我慢、すっきりしたかっこいい男の子になりたいんでしょ。じゃ頑張ってね。私はサラダだけよ、ドレッシング抜きでね。え、やりすぎでしょ。こうして健康玄米定食を食べた。肉がないから物足りない。まあでもいっか。俺にお似合いでしょ。この人。俺にお似合いだよ。救わないといけない。この子を救わないと多分俺も救われないと思う。でもこういうグイグイ振る感じはダメだろうな俺。先生、よし、川田で決めよう。締めの川田。なんか分かってきたな。あなたの話ってどれもすごく素敵よ。聖妻のような振る舞いになってきた。あなた今日も素敵よ。ありがとう。では行ってくる。だんだん聖妻の風格が出てきたな、お前も。これまで誰かと付き合ったことあるよね。ないでしょ。なんであるのが前提なのよ。ねえ、モテるし。モテるモテないは関係ないでしょ。好きになるかならないかなんだから。好きになるかならないか、ないわよ付き合ったことは。友達は男女問わず多いけどね。わかったわかった。何？気になるの？正直ね、あなたのそういうところ好きよ、私。なんだその立ち方。ほら、本心を見せない男っているじゃない？何考えてるかわからない人。そうだな。そういう人は苦手。俺その対局にいるかもしれん。ん？それって間をチェック。これはあなたのいいところ、ずっと変わらないでいてほしいな。わかるわよ。またキスを教えてほしいって顔してる。そうかもしれません。違うの？もう本当に正直ね。ほらこっち来て。教室の中で？あ、こっち行ってそっちか。どうしたの？突っ立っちゃって。マオチェックその2。こういう時はちょっと強引に。そう。やってください早く。早めに済ましてください。そう。これならどう？基本体の結びつきしかねえなこの。このコンほらもう目の前。知りたいんでしょ？キスぐらいできなきゃモテないわよ。なんだそれ、なんだそりゃ。この後どうなったのかよく覚えてない。ただ唇の柔らかい感触だけは伝わった。じゃあまたね。
記憶失ったぞ。あ、したのか。君キスなのに君キスなのにもう終わっ、キスしてこの後なんだ。もういいよ。君キスなのにもうキスしてもうあとやることねえっていう。あと何なんだ。もう二人さん相手してくれないからいいよ。相手してくれるけどもチョコバーの話しかしないからいいよ。よし、レンドリと行こう。まずは寝るか。さあ仲良くなるぞ女の子と。高一か、高一が仲良くなるぞ。ですね。さあ行くか。3年お、つうかさ、あんな人の多いところでアタックしたのにさ、ちゃんと移動してくれるのありがたいよな。ありがてえよ。いや、なんでだよ。なんでだよ。俺は今忙しい。私は今忙しいんだ、ご主人様。ドゥルドゥルドゥル。しかも3年じゃないの。なんで四条さんがいるの。まあ四条さんなら3年も関係ねえか。誰も会えなかった使いまーし。もう夏休みは終わったんだから、さっさと秋らしくて大人っぽい映画に切り替えてほしいわね。またしてもやってるな、こいつ。お昼？またしてもアピール。そっか、私も食べ終わってくつろいでるとこ。座れば？でも俺こんぐらいの方がいいかもしれん。キスしたんだよな。お似合いだ俺に。ちょっと何考え込んでんのよ。もうさてはこの間のこと考えてたな。そらもう、そらもう毎晩。毎晩何よ、何が言いたいわけ。確実に別れるな、これ付き合ったとしても。私のファーストキスなんだから。ファーストキッシュ。そうよ、初めてよ。やっぱこいつ無理してるって感じなんだろうな。あ、そうだ、いいもの見せてあげる。ほら。何いいものって。ちょっと待っててね。もっこもこな。口から卵でも産むのか。口でも新たな部下を、新たな魔族の部下を生み出す。何？ほら、すごいでしょ。え、何？さくらんぼのあれ、結ぶやつ。何やってんだ。何やってんだこいつ。お似合いだわ俺に、この女、この変なやつ。さくらんぼで輪っかが作れる子はキスがすっごく上手なんだお似合いすぎる。今度もっとすごいの試してみる。こいつをもっとブスにした感じが俺にお似合いだよ。すぐうろたえちゃうんだから。そんなんじゃモテないわよ。モテねえよ。マオチェックその3、男は簡単にうろたえない。油断しちゃダメよ、まだまだ。何がドゥ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 
全然ポイントが上がってね。なんか歯がちょっと普通になってきたの。だったら仲良くないときは。よし、川田は最後の締めに使おう。3段の締めに確実に点を取れるときだけ川田を使え。とどめの川田。この間行きつけの美容室でヘアモデルを。そうか、いつもカットしてくれてる人がどうしてもっていうからしょうがなくやったんだけどね。おい大変だなこれ。まあでもいっか、こんぐらいの方が気ぃ使わない。だって俺がさ、うんうんって、例えば普通の女の子がさと会話したとしても、俺がさ、うんうんって言えるわけじゃないじゃん。だからこんぐらいがいいんだよ。さすがプロよ、バッチリゴージャスに決まってたわ。私もあれぐらい綺麗にブローできたらいいんだけどな。ブロー、ダイエット、ダメか。そしたらもう川田使おうか。あの川田が、まあいっか、帰ろう。いや川田 100% じゃねえのか。まあそりゃそうか、今まで成功しすぎたんだよ川田シーンは。そうね、食べようと思えば毎日でも食べられるわよ。それが分かんないんだな。男の子には、ね、分からん。その女の子は昨日ケーキを食べたから今日はパフェにしようって感じなのよ。勉強になります。なんか楽だな、気使わないでいいから楽かもしれん。っていうか気使おうとしても使えねえしな、そもそも。夏の前にダイエットするっていいよね。そうね、夏は水着になるからね。もちろん自分を綺麗に見せる努力は惜しまないのよ。その割に水着の話題出したらもうすごいけど拒絶されたけど。よし、締めの川田が決まったぞ。ミキオに集めろ。男子から人気あるわよね。本当かよ、どこかだよ。やっぱり男の子って年上の女性の方がいいのかな。逆じゃない、年下に行くでしょ。みんな年下に行ってんじゃん。何、あなたも川田先生のことが好きなわけ。ムキになるところが怪しいわね。どれもいい話ですね。おし、こんなに稼いだの初めてじゃない。4ポイントも。あれなんで一番後ろ最初の部分暗くなってんだろう。なんだあれ、まあ、いっか。ドゥ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 、お小遣いの使い道、食、服、ほとんどが放課後に飲むお茶。放課後に飲むお茶だい。へえ、楽しい毎日を過ごしてるのかな。羨ましいよ。あれ、煙突してねえなこれ。今気づいたけど、これ煙突してねえから。もうこれ以上話してもらわず。あ、また先生が出てきた。また川田が。てかいた？いなかったと思うんだよな多分。今日ほとんど稼げてなかったから、多分マークも出てなかったんですよ、おそらく。まあ、連打してたから気づかなかっただけかもしれないけど。いいよ、じゃあ話してやろう。話してやろうじゃねえよ。話してください。ダンス。話してください。お願いします。ダンスってダイエットに良さそうだね。そうね、部屋の中で痩せようと思ったら好きな曲に合わせて体を動かすのが一番じゃない。うるさそうだな。
下の階の人にこんなこと言うがダメなんだよ俺は。こんなに親身に話しかけてくれてんのに俺に。もしバンドやるとしたら何の楽器をやりたい？もちろんギター、ドラム、ボーカルよ。100% ドラムだと思った。ほとんど目立った方がいいじゃない。あ、そう。じゃあな。帰るわ。あ、そうなんだ。じゃあまたね。明日また話そう。明日も明後日も。二人さんもう振り切って、お前告白できなくね。何してんの？さすがに。そうよ、受験が近いからストレッチとか軽いランニングとか。もうつまらなくて。失礼ね、運動は得意よ。あ、運動得意なんだ。じゃあ運動苦手なやつの方が少ないな。みんな得意じゃん。これはメガネが邪魔でうまく動けなかったからよ。でも今はコンタクトだから快適よ。体操服も似合うよな。舐めるよ。ん？ちょっと待った。マオチェックその4。女の子をそんな目でジロジロ見ない。まあ確かに今の舐め回すように見てたからな。三村のように舐め回すように見てた。後でさえこの格好恥ずかしいんだから、そんなに見られたら困るでしょ。男は嬉しいけどね。じゃあ似合ってるのにしようか。本当かよ。そうそう、その調子。すっごくいい、すっごく嬉しい。こいつの言うことはあんま真に受けない方がいいな。気持ち悪い男は量産される。マオチェックその後。うるせえよ、お前がアドバイスすん。れずにどんどん褒める。お前がアドバイスすんな。気持ち悪い男は量産されるのが落ち。ちょっとしたことでも褒められれば女の子はすごく嬉しいんだから。黙れ。でしょ。じゃあね。どういたしまして。絶対に真に受けないでください。女の子を褒めた方がいいのか。真に受けないようにしましょう。普通に接した方がマシだ。よし、できれば決めるか、ここで。しかし、もうキスしたね。あと何するの？やること一つしかねえ。一つか二つしかねえ。よし、あの頭のチェリーまで届け。このところ、ロールケーキ。ああ、そう、流行りって共通してるの。共通してるんだ、それ、時系列。ロールケーキが流行ってるんだね。この専門店を出したのがきっかけなんだけどね。季節のフルーツとたっぷりの生クリームをスポンジでくるスポンジでくるっと巻いてあるのよ。流行るのもわかるわよね。へえ、そう、ケーキの流行りスタレなんて全然気にしたこともねえわ。これ教えてください。流行りあるんだったら。今度一緒今度一緒に食べに行こう。あの半分、この間行きつけの美容室6割ぐらい払うから。あ、そう。いつもカットしてくれてる人が今俺誘ったのがこう、しょうがなくやったんだけどね。誘ったのが流された。さすがプロよ。まあいいか、そんなの。そんなのはいいか。変わらだろ。よし、さすが川田、よく見てる。
小池か、みんな見てるけど、そろそろきついから。え、どうしてって、そんなに気に病まなくていいわよ。キスなんて子供の頃二人でよくしたじゃない。あ、そうなんだ。それカウントするんだったらもう覚えてないの。ひどい。お医者さんごっこもやらされたのに。何お医者さんごっこって。僕はいつも患者役で脱がされてばかりで、そんな、それな、そういうのなんだ、お医者さんごっこ。ごめんごめん、私頭でっかちだったから。頭でっかち、頭でっかちさっき頭でかいかもしれんっていう話してたから、急に自虐を始めたのかと思って。不満？不満？だから今教えてあげてるじゃない、女の子。そうですね。そうですね。いや、まず教えてくれも、これからも。ほら、今なら誰も見てないわよ。今の良くない？これからも教えてくれ。さりげなく。これからも一緒にいてくれ。お預けいつもしてるとありがたみがなくなっちゃうでしょ。そうかもしれん。でもなんかそういうもんなのか。まあそうだけど、なんかもう苦しいよな。そういうところでコントロールし始める恋愛ってもう苦しくねえか、もはや。空気みたいなキスなんて嫌よ。まあまあ、まあ、でもそうだ。させてくれなくちゃ。まあそうだ、確かに。そう。女の子はロマンティックなのが好きなんだ。まあでも遅かれ早かれ飽きるだろう。思い出に残るキスをしてくれなくちゃね。そこの駆け引きだけで持たす恋愛ってもうすでに苦しいだろう。3回目にしても。マオチェックその6。ムードは大切に。まあでもとはいえわかるわそれは。とはいえそれはそうだ。じゃあキスはお預けね。分かったよ。分かったよ。じゃあまたね。この苦しい恋愛いつまで続くんだろう。この苦しい恋愛3週間ぐらい続くだろうな。っていうか終わりか。ナナに話して終わるか。てってってってて。そういやさ、右のなんかガンダムに注目するやつなんなの。おお、いきなり飛び出てきたぞ。もう俺ここまでやったの。全然そんな気しねえわ。攻略がめちゃくちゃ早い。なんかこれスタートしたらこうなるんだけどさ、これ何、何かを感じるぞって。あれじゃない、全員クリアしてスタートボタンを押したらさ、何か起きるのかもしれない。